はい、カオルコです。こんにちは。今日はですね、疲れない元気な体になるメソッドでございます。私はですね、今65歳になってまして、でバリバリでもお仕事させていただいてます。でずっとCM の現場にいることが多くですね、CM の現場ってめちゃめちゃ疲れるんですよ。そりゃそうですよね。短時間でクライアントさんがいて、そのタレントさん、メインの方がいらして、ディレクターがいまして、他にも音響だの照明だのいろんなスタッフがいて、さらにダンサーとかいますと、ものすごいことで、その人たちをこう一堂にね、一つのいいものを作るということでやるんですけど、振付師の立場ってなかなか微妙でしてですね、それに対して疲れないというメソッドをやりたいと思います。これ現場で私本当しょっちゅうやってるんです。2個あるんですけど、とりあえずあまり目立たない方です。体の動きが小さい方からやりますね。いきます。はい、足を肩幅にします。はい、鼻から息を吸って、口から吐きます。その時に鼻から息を吸う時に足の裏から息を吸い上げます。お腹まで来たら口から吐く時に足の裏に返します。鼻から吸ってお腹に入れて口から吐きます。ピリピリまでいかないんですけど、緊張してる現場なんで、そこの中でまず私は足の下にすごい集中しています。その時に呼吸をする、はい、で、皆さんだと手を三角形にして親指をおへそに当てて、鼻から吸ってお腹に入れて口から吐きます。でも現場だとこんなことやってないです。ただこうやって立ってるだけ。鼻から吸ってお腹に入れて口から吐いてる。これ本当なんですよ。こうやって吐いてるんですね。で今足の裏とお腹あるなってこう思うわけですよ。下に下がってるから、頭でどうしようとか感情で、あの人にあんなこと言っちゃったとかって、そういうのがなくなってくるんです。だいぶすっきりしてる。でたくさんの人を仕切るときは、一回お腹に手を当ててこんな感じで、今鼻から吸ってお腹に入れて口から吐くと、この丹田がだんだん意識できるようになります。手の温かさでも何でもいいんで、鼻から吸ってお腹、口から吐いてお腹、この中にこう気を落とすようなイメージ。でそっから手が広がる。そうするとですね、この CM の現場自体がなんか分かっちゃうんですよね。目の前にいるたくさんの人たちとか、この後ろで何をしてるか、これ空間認知能力がなぜか高まるそうなんですね。不思議です。こう見るんだじゃなくて、手の横の方とか、このお腹の後ろの方と全部を見る感じ。だから自分が中心にいて、こうやって真ん中に立ってる感じ。でもこれはできますよね、普段から。分かんなかったらこうやった方がいいんですけど、ここまでできないですよね。はい、だけど一応こういうような意識を持って、例えばこうやってやりながらも、なんか喋りながらも、こっち何喋ってんのかなとか、そんな感じになってます。はい、それがもうちょっとじゃあ力抜こうと思った時に、水のメソッドっていうのがあります。鼻から吸って口から吐いてっていうのをやりながら、足の下に水を感じる。で今足首と膝力抜いてます。足の下に水を感じるというのは、湖とか川とか水の上に今立ってるようなイメージなんですね。で鼻から吸って力吐いて、でそのまんま足首と膝の力を抜いて、少しこう左右に揺れたりします。その時に鼻から吸って口から吐く。でこれだけでもかなりもう力抜けてます。はい、でこっから先やる人は、鼻から息を吸って手が上がって、で口から吐きながら自分の手を感じながら下ろす。こんな感じです。で今口から吐いてる。で口から吐きながらだリラックスして、また手首と肘がこう折れた状態、この力抜いた状態で鼻から吸って、口から吐きながら体感じながらこうやって下ろす。これ水のメソッドなんですけど、ちょっとなかなかですね、CM の現場でこれをやり続けてるのもなんなんで、とりあえず私はやって、これもまあできます。はい、であと鼻から吸って、今水の上にいるなと思って、こうちょっとこうゆらっとしてる、横に揺れてるの分かりますかね。現場でよくやって、はい、力を抜いて影響もされないし、力を抜くとね
でどんどんフレッシュになるし、いろんな効果があるんですけど、これらをですねこっそりやってます。はい、皆さんも試してみてください。